対話型の AI 人工知能の活用が急速な広がりを見せる中政府が個人情報の保護など AI の新たなルール作りの司令塔となる戦略会議を立ち上げることが分かりました AI に関する推進体制の強化の一環として有識者を含む会議の体制の見直しについても検討しています AI 戦略会議は AI をめぐる国家戦略を検討する場で、来月にも初会合を開く予定です。松野長官は、技術の発展とリスク対応の両面で議論する必要があると指摘しました。個人情報の保護や著作権の問題など、対話型 AI をめぐって必要な規制について議論するほか、国産 AI の研究開発の促進、人材育成などについても議論する見通しです。